ハニャーン。鉄人28匹ギこと、Cです。今回はニートのマークを作るスレを紹介するよ。素人がマークなんてデザインできるのか？それがかなり素晴らしいクオリティのものばかりなんだ。それは楽しみだな。早速見てみようか。これは2006年6月21日に立ったスレ。ニートのマーク作った。一筆書きがいい。サインみたく。ただの自分のサインじゃん。昔のナイキみたいだ。エロがネットに引きこもるってる感じがいい。ポイントはここね。顔が。来たこれ。アラテのスプーか？即席で作った。うは。すげえ。座布団にある。殴りたくなるな。なんで悲しそうだぜ。悲しそうか？むしろ俺、ニートなんだよね、わら、に見えてならないんだが。いい。クオリティ高え。引き込まれる何かを感じるな。高難というか洗脳されるみたいな。これは下手するとVIPの象徴になってしまうのでは？これはいいものだ。一発で終わらせるにはもったいない。商品化してほしい。オッケー。印刷して T シャツの胸に貼る。俺はこれが欲しいぞ、ジョジョー。この困ったような苦笑いなような顔つきがたまらない。僕ちん困ったちゃんみたいな顔つきが良いよな。微妙に笑い男ですわ。商品化しようぜ。ちょ、両スレ発見。入れ墨にするよ。これはすごい。いや、ひどい。ここは技術的に糸が集うスレですね。もっといろいろできそうだな。6をなるべく忠実に再現した。この脱力感あるタッチこそニートマークに求められるものだな。かわゆす。すげえ。好きになっても、いいですか。まったくお前と来たら、これ作るのに午前中を費やしたのか。グッジョブ。いや、今作ったんだが、そろそろ、俺たちも空を飛ぼうぜ。ちょ、すげえ。合成に見えない。仕事早いな。てか、これでニート島に飛んでいきたいです。本気はエロ漫画と上のみ運行しております。久々に無駄な才能ってやつを見た。とんだ様スレだな。とりあえず記念に10分で作ってみた。ちょ、これはすごい。これは新しいVIPの新ロゴになるかわからんね。職人すげえ。払えてー。マジグッジョブ。エンドレスティーネージになんか感動した。昔どっかに貼られてたのを感動して保存のオープ。今の待ち受けそれだ。シンプルだけど。すげえ、PDA の壁紙に使わせてください。なんつうかこういうのなんてデザインなの？1分で作った。誰か PC で待ち受けっぽくして。白黒の手抜きでごめんよ。このスレすげえ。とりあえずミクシーの写真に使うか。この画像と今全く同じ体勢。お前のクオリティには脱帽だよ。大したことないぜ。こいつの方が全然すごいぜ。そんなことよりさっきから勃起が収まらないんだけど。誰か穴貸してくれ。アーナッシングプーブーを右揃えにするにはどうしたらいいんだ？ CS のエリア内文字ツール使ったのだが、設定わからんかった。コントロールシフト R じゃね？そう、それ。それがやりたかった。でも、自分のをじっくり見てみるとだなぁ。バランス悪すぎ。センス皆無な俺にはこれが限界です。作ってがうまくいかん。やっぱ職人さんはすごいな。誰か NHK のロゴ風に作ってくれ。俺にはそんな技術がない。NHK 風できた。うめぇ。すげぇ。クオリティ高す。センスに脱帽した。コカ・コーラ風にしたかったのだが、技術がないので挫折。誰かこれを改造してくれ。うめえ。飛行機に乗って、ロゴ入り T シャツ着て、ザ・ニートのみたい。もし俺がビルのオーナーだったら非常出口はこのデザインに変更したい。法律に引っかかる。断然右だな。ありがちなデザインだが。円の中に大きく NEET の文字。円を取り巻くように、We wanna know job。We live in paradise。っての作ってくれまいか？地味ですまん。おしゃれだな。
エクセレント。いいっすよいいっすよ。俺のイメージより2000倍かっこいい。みんなセンスあるな。うは、俺も作ってくる。うは、手書きで書いてみた。何もする気が起きないのでマーク作る気もしない。なんとか作ってみたお。すげえ。このスレすげえ。今来た。ちょっと、何このクオリティ？なんでこんな素晴らしいデザインが作れるやつがビッパーになったのだろうか。ビッパーイコール最下層民が都市伝説なだけ。ありがちだがこれは作っておきたかった。うは、クオリティ高す。お前らさ、こんなことできる能力あるなら仕事。これが才能の無駄遣いってやつか。このスレバロス、金にならない溢れる才能たち。ニートは仕事できないんじゃなくてしないんだぜ。笑った。今いいこと言った。臭いこと言った。188で作った。もはやロゴじゃないが。なんかわろた。シンプル。スレッドを開くと、そこは用スレだった。今北産業。今北産業のロゴは？ロゴだけで1時間以上かけた。だが出来が悪すぎる。でも疲れたし飽きたのでうぷ。躍動的でいいな。俺も試しに作ってみた。携帯の待ち受けにするとしよう。用スレ発掘記念。今俺自身が猛烈に悲惨でいる。別に体はない。あと勃起は収まった。これだけだ。特に意味はない。かっこよす。細かい調整がめんどくさくなって放棄。ウイレで使いたい。絶対心現る。バルセロナを感じた。ニートが随分とロイヤル風味になったな。マルボロっぽいの誰か作ってよう。何かが足りない。そういうタバコの好きだ。グッジョブ。すげえ。君はニート？ごめん230のちょっと借りた。それにダサく。ちょ、みんなクオリ来たか。お前ら、ちょっとした会社起こせるぞ。245パクった。反省はしないが後悔している。この才能の無駄遣いこそニートたるゆえんだな。こんなもんどうやって作ってるんだ。ウェウェウェ。かっこいい。ニートじゃないけど、ニートに憧れてるから T シャツにしよう。株式会社でも作りますか。1円あれば作れるし。会社できた瞬間誰も作らなくなったりして。なんせ働いたら負けだからな。俺も書いてみた。いつの間にか1のロゴの案は完全に無視されてて笑った。お約束で作ってみた。安物ジーンズのタグについてたら買っちゃうかも。こういうの好きだ。かまいたち風の作れるやついないか？以前なんとなくで作った携帯用。待ち受けにします。学校の美術でこういうことしてたらさぞ楽しいだろうな。何この様子で。クオリティ高い。そんなお前らが大好きだ。溢れ出る才能を無駄に使う。これぞビップクオリティだな。無駄に使うのがいいんだよな。まさにビップクオリティ。今回はニートのマークを作るスレを紹介したけどどうだった？どれもガチでよくできててくさ。この才能を仕事で活かしてほしいの一言だな。どうでもいいことに全力で取り組むのがビッパーらしいな。皆さんの感想も聞きたいのでぜひコメントで教えてください。このチャンネルでは2チャンネルの面白いスレを紹介する動画を投稿しています。動画が面白いと思ったらチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。